サキッチョガール in 東京ゲームショー2010最新ゲームリポート。こんにちは。サキッチョガールの滝口ゆりなです。サキッチョガールの西川さちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回体験するゲームは 3D 立体視でのプレイにも対応している大人気レースゲーム、シリーズの最新作グランツーリスモ5。運転免許取得者の西川が挑戦。コースは憧れの街ローマ、そして車は街乗りにぴったりのフィアットを選択。さてその腕前は。最初なんだ。かっこいい。これ勝負するんですよね。はい、頑張れ頑張れ。観客とかいますもん。しゃー、嬉しい。うまい、すごい上手です。あ、本当ですよ。これって今こうやってここにメモリ出てるんですけど、はい、他の見方とかできるんですか？ ありますよ。ですね、このセレクトっていうちっちゃいボタンがあるんですけど、はい、こうしてもらうと4種類。おー、すごい。あ、これなんか一番リアルかもね。そうだね、運転してるのがわかる、うん、他にもあるんですか？どんどん押してってもらえばあるあ、今頭の方だけ見える。頭が見えるんだ。あ、これはもう本当に上から見てる、上から見てる感じですね。低くなります。西川、見え方を気にしているうちに、見つかった。これ戻したい。バックとかできますか？バックは三角のボタンを押して、ゆっくり回るっていうのが。なんとかコースに戻れた西川。次にどうしても乗りたい車があるというのだが。やばい、ドメになっちゃった。フェラーリとかありますか？ありますか？ありますよ。あるんだ、フェラーリも。さっきフェラーリ乗っちゃうから。乗っちゃって。車はフェラーリ、そしてコースは夜間の難しいサーキットを選択。さあ、うまく運転できるのか。あ、これ全然でも見えない。本当夜ですね。あ、今ちょっとぶつけられちゃいました。ぶつけられちゃいました。今砂の上に。あ、これ夜難しい。夜の視界の悪さに大苦戦の西川、コースをきちんと走ることができない。これさっき市街地と違ってサーキットって言ったんですけど、はい、こっちの方がもうすでに難しいのがよく分かる。難しいのがさっきのとだって全然違いますもん。一応レースをするためのコースと、はいはい、普通に存在してる道とではやっぱりこうなんか。そうですよね。私今道路じゃなくて芝生走ったりしてますもんね。でもこれ男の人とかだったら結構こっちの夜の方が良かったりするんじゃないですか？うん、そうですね。今回この会場で初めて出したコースなんですけど必死ですね。何とかぶつからずに最後までフェラーリを乗りこなすことができなかったが、東京ゲームショーを満喫したサキッチョガールでした。